はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマジバトの動画撮ろうと思うんですが、まあ、今日2月14日ということでね、バレンタインチケットガチャっていうのが、なんか配られてたので、ちょっと引いてみようかなと思います。で、まあ、これだけで終わりでもあれなので、まあ、他のね、まあ、持ってるチケットとかも引いていこうかとは思うんですが、まあ、これに関して言えば、サポート 100% で、この、2、4、6、7、7人の中から誰か出ますよ、みたいな感じみたいですね。こん中だと誰がいいかな、なんか誰でもいいな、みたいな気もするんですが、まあ、ちょっと引いてみましょう。まあ、森で青だけど、確定なので、こんな感じですね。2,3,4 トグロまで来て、まあ確定だからね。さあ誰が来るかなと、ああなるほどそこか。はい、まね、こんな感じか。でまあちょっとこっちはねどうしようかなと思って迷ってるんですが、あれか、単発の方だけステップ5まで引く。ああ、いや、どうしよう。単発の方だけ引こうか。ステップ5まで。じゃあ、行きます。ちょっと予定変更だけど。お、オーラでかいけど、どうすか。まあ、さっきと同じだからね、これ来てもおかしくないでしょう。本当に来た！よし！それはいい。クラマですか。こっちのクラマか。なるほどね。まあでも OK、星5。ね、単発の5で出たら、全く問題ないでしょう。はい、じゃあ、ステップ2。場所はいい。オーラは中。さあ、1、おー、ダメか。まあこんなもんだよね。はい、次がステップ3。ステップ3、OK、いきましょう。にゃん。はい、まあこんな感じだよね。よし、次がステップ4は、星4以上が確定。星4確定しててもな、星5出ないと嬉しくないからな。ダメそうだね。ああ、まあまあまあ、まだ一応ね、生成数までいってないやつなので、マシだったかな。はい、じゃあこれがステップ5、ラスト、星5出現率2倍と、2倍だけど、あー、いや、わかんない、これ。オーラでかいと来てんだよな、森でも。来る？来ない。はい、まあ、こんな感じでした。あと、あれだな、そしたらこっちの節分の方も、節分の方っていうか、なんだ、超マジフェスの方も、単発のステップアップ引いちゃおうかな。引かなかったんだよね、結局。あの10回の方はステップやったけど、うん、こっちも引いちゃおっかな。いやでも森でもね来てるからね。あ、おまけでマジフェスメダル1個。あ、そういうのもあるのか。なるほどね。これはじゃあ、うん、引いといてよかったか。ただ、星5来てくれる方が嬉しいんだけどね。ここもちょっとダメだよね。今の演出だと。はい、次が、なんだ、ステップ3。ステップ3は、15、よし。場所はちょっと良くなった。
来ないね。はい、じゃあサクサク4回目で、まあ星4以上確定だけど、これは星4だな。はい、はい、じゃあもう一回、これが一応星5、2倍、2倍っつっても、あーまた森かー。あーでもオーラでかい、これだから悩ましいね。来るか、来ない。最初のクラマだけか。はい、というわけで、まあ単発のステップアップガチャをね、引きましたと。でチケットもちょっと引いていきましょう。それなしか。まあ、ここらでね、ここらでもね、そろそろチケットでも星5が出てほしい。来ないか。はい、あと38回。おーし、オーラでかいのは期待できるけど、ダメっすか。ダメだね。はい、あと28。場所と矢印の色は良さそうなんだが、おお、来た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 、よし。レアガチャだよね。は？え？レアガチャですよね。マジで言ってる？ハシュラ来た。マジで？嘘でしょ？あ、やったぜ。あ、これめちゃめちゃ良かった。あ、もうなんか大勝利だわこれは。すごいすごいだよ本当に。え、マジでレアガチャで4枚は初めてだよ。初めて見た。マジか。はい、まあこんなもんよね最後は。というわけで結構引いたな。星4はもうちょっと寝かしとくか。じゃあこっちの、星 5%6 枚、さあ来い。お、来そうじゃない。来ないんすか。はい、あとなんかあったかな。星5確定俺。あ、あれか。なんかミッションコンプリートとかで手に入れたり交換したりで。4枚あったら引いちゃおうかな。いけ！いや、しかしね、レアガチャで4枚抜きすると思わなかった。あれめちゃめちゃ驚いた。まあ、ここはね、確定なんで、安心して見てられますね。トグロとヒエしかわかんない。あー、なるほどね。あ、星5とはいえチケットで出たのは嬉しいな。あ、ハイリか、なるほどね。オッケー、これかなりいい引きじゃない？はい、ってことで、今回の動画はこれで終わりにしようと思います。
ガチャチケでね、ただのガチャチケの10連で4枚抜きはね、初めてだったんでね、ちょっと驚きましたね。まあ、星5確定の4枚もね、新キャラがね、出てきたのはかなり良かったんじゃないかなと、延期がね、思いますね。ってことで、まあ、今回の動画はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。